皆さん、こんにちは。今回はネイルを新しくしましたので、そちらをご紹介したいと思います。ちょっと前回のネイルはちゃんとご紹介しなかったんですね。で、もうあんまり気に入っていなかったので、ちょっと今回もうすぐに新しいのに変えました。で、今回、やったネイルが、こんな感じの、ラメのジェルと、シェルを今回、また埋め込んでみました。ちょっと夏が近づくと、やっぱりシェルネイルすごくやりたくなるので、今回こういった感じのネイルにしています。で、今回、シェルを埋めてはいるんですけれども、ベースがですね、使ったのが、こちらの、この、ローブネイルさんの、ネイルタウンさんのローブネイルですね。の、ジェルの、これがですね、ちょっとピンクベースなんですが、ラメというかね、ちょっと繊維っぽいラメが入った、すごく、独特なジェルなんですけど、これをベースに使って、で、シェルはですね、こちらの、これはですね、ちょっと私が、もうすごく昔に韓国に行った時のネイルショップの方で買った、こういうラベンダーカラーの今回シェルを使っています。今、ネットでこういうクラッシュシェルとか、たくさんいろんな色が安く売っているので、こういう、ちょっとこう、今回は面白い色の組み合わせにしてみました。で、今回、フレンチにしているんですね。で、まずまあ、ベースをジェル塗って透明の。で、あとは、さっきのピンクのラメのジェルですね。を、2回ぐらい、とりあえず土台で塗ります。で、今回シェルはですね、クリアのジェルで埋めずに、このラメのジェルで埋め込みをします。なので、一瞬ですね、シェルがこう埋まってしまっていて、どこにあるかわからなくなってはしまうんですけれども、かなり、たっぷり大量にシェルをどん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 、詰めていって、で、それをですね、まあ、大体2回ぐらいで十分だと思います。2回ぐらい、乗せて、で、そうなるとかなりこう、ここがボコボコになるんですけれども、それはですね、ジェルで、あ、ジェル、ライトでしっかり固めた後に削って、で、埋まったシェルを、こう、起こすような感じって言ったらいいんですかね。こう削ると、埋まっていたシェルがどんどんこう上に、現れてくれるので、ここがなだらかになるように、まあ、削りながらですね、シェルを浮き上がらせるというような感覚で削って、作っています。で、あとはもう、しっかりこう、削って、で、削れば、薄くなるので、その後は、しっかりここから、全部ですね、トップコート、あるいは、クリアのジェル、で、しっかりこう、同じ高さになるように、まあ、1回から、1回か2回ぐらいですね、しっかり、透明のジェルで埋めると、削った時はですね、こんなにキラキラしていないんですけれども、クリアのジェルを乗せると、こういう感じで、元々のベースのラメと、で、このシェルの貝殻の、光り方ですね、独特な光り方がこんな感じで浮き上がってくるので、すごくこれは、やってみて面白い色の出方かなと思いました。本当にね、シェルがね、本当に入っているのがですね、よく見たらわかるんですけれども、ちょっとこういうラメのジェルを使うとこんな感じになるんだなというのが今回わかりました。あとは、まあ、ここは、まあ、フレンチのラインをごまかすためにいつものように、ラインストーンをこういう感じで引いています。まあ、ラインテープとか、あとここを、まあ、なんかこうラメのジェルとかで境目をこうぼかしたりしてもいいですし、ネイルシールとか貼ったりとかしてもいいと思います。で、まあこのシェルなんですけれども、こういうラメと混ぜるとこんな感じで結構貝殻っぽい光り方がすごく分かりづらくなってはしまうんですね。なので、まあ、クリアのジェルとかクリアのカラージェル、
あとは、白にこういうカラフルなシェルを埋め込んで削って浮き上がらせると、すごくそれも面白いネイルアートになるので、ちょっとこうシェルはいろいろとこう研究の余地があるなぁと今回も思っているので、また近々ですね、他の色のシェルとかもあるので、そういったものを使って、またネイルをご紹介できればなと思っております。はい。ということで、今回は、また簡単なやり方しか説明はしていないんですけれども、ラメのジェルとシェルを埋め込んだ、フレンチのネイルアートの、ご紹介をいたしました。今回も、最後までご覧いただきましてありがとうございました。